新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いや、2023年ですね。ひげはげ一発目、よろしくお願いいたします。で、米谷さん、なんかいいことありました？このお正月。いやーなー、 YouTube で言うかどうか悩んでんけど、実はさ、びっくりで、年末ジャンボ宝くじ、1等と前後賞合わせて10億当たっちゃいました。はぁ、あ、本当、ああ、いやー、どうしようかな。もうな、え、これ何に使おうとか思うねんけど。で、ちょ、ま、そのさ、あんまこういうこと嘘つかない人だからな。じゃ、もうちょっと、俺、ぶっちゃけプレステ5を買おうか悩んでんだけど。それ、じゃ、買ってよ。え、いやいやいや、そんなぐらい全然よ。もっと、俺、H さんにやったらいくらでも全然大丈夫や。マジで？あの、じゃあ言うけどさ、やっぱり車が欲しいのね。フィアットっていう、あのルパンが乗ってた車欲しくてさ、はいはいはい、いいやつになると多分300万400万ぐらいしちゃうと思うんだけど、それもいい？全然よ。何台欲しいの？何台？腹立つな。じゃあもうぶっちゃけ、まあ、あの、家買うの1億ください、1億。ええよ、ええよ、1億ぐらい全然ええよ。いやいや、もうそれだけのことしてもらってるから、俺はもう全然、だって10億のうちの1億ぐらい全然大丈夫や。ちょっと待って、俺それだけのこともしてきたの。すごい太っ腹。え、じゃあもう1億で、で、両親にもじゃあマンション買ってあげたいから、もう1億。2億でいいっすね。2億でいいの？いいよ、いいよ、全然。で、もうじゃあ海外に別荘も欲しいのと、で、もうこれは本当に夢だったんですけど、もうプライベートジェットみたいなのとかも、もう、あったらかっこいいなっていうのとかもあると、多分、この間安いプライベートジェットが7億で売ってるってニュースやってたんで、若干12億ぐらい。欲張りやな。ええよ、あげるわ。あげるあげる。だから、え、総額でいくら？ 12 億？ 12 億、12億です。だから俺が2億負担すればええっていうことやんな。うん。ええよ。ドバイだ。ドバイがいる目の前に。王やで、王。すげえ、ちょっともう本当についてきますよ。今年1でも。ええよ、ええよ。じゃ、12億よろしくお願いします。正月早々すげえ悲しくなるわ、なんか。ってことで今年1年もよろしくです。よろしくお願いします。というわけで、もしよろしければ評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。その他、ヒゲのヨリアス、ハゲのエイチの SNS 等もやっておりますので、概要欄からフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。